鈴鹿サーキットでバイクの運動会と文化祭バイクバイクバイク開催決定。誰でも気軽に楽しめるこのイベントの目玉はライカーウィンドプロデュースの鈴鹿サーキットの東コースを原付バイクで走れちゃうモトホンダ。わこれ鈴鹿サーキット原チャリめっちゃやばい、めっちゃ気持ちいい。私もさっき原付バイクでコース走らせてもらってきたんですけど、もうめちゃくちゃ楽しかったんですよ。ぜひ皆さんも走ってください。遊園地に遊びに来たついでにちょっとバイク乗っちゃうと参加できるものもあるんです。4月の28日29日の週末は私たちと一緒に鈴鹿サーキットでバイクバイクバイク楽しみましょう。お待ちしています。